ナタリー・ド・シーは、フランスの女子プロテニス選手。フランス領のグアドループに生まれる。2006年と2007年に、全米オープン女子ダブルスで2年連続優勝した選手で、2007年全仏オープンの混合ダブルス、優勝もある。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ベースラインプレイヤーで、オーバーヘッドスマッシュを最も得意にする。自己最高位は、シングルス11位。 ダブルス8位。WTA ツアーでシングルス1勝、ダブルスで7勝を挙げた。ルシー、デシーなどの表記揺れも多い。ドシーは父親がテニスと数学の教師で、母親もスポーツの教師という恵まれた家庭に育った。1994年にプロ入り。1995年に高校を中退し、プロテニス選手に専念する。同年の全仏オープンで、 地元、フランス人選手として主催者推薦を受け、四大大会にデビューした。2000年から女子テニス国別対抗戦、フェドカップのフランス代表選手になる。同年に二つのトーナメントで決勝に進んだが、どちらも準優勝で止まった。2003年1月にオーストラリアゴールドコーストの大会でツアー初優勝を果たしたが、これがドシーの唯一のシングルスタイトルである。 ナタリー・ド・シーのシングルス分野でのハイライトは2005年全豪オープンでの準決勝進出である。この時ド・シーは4回戦で2004年全仏オープン優勝者のアナスタシア・ミスキナ準々決勝ではスイスの実力者パキ・シュナイダーを破り初めて4大,大大会のベスト4に勝ち残った。準決勝では第1シードのリンゼイ・ダベンポートから第1セットを6から2で奪ったが 第2セットのタイブレークを失い、最終第3セットで、ラベンポートに4から6と逆転されて、決勝進出を逃した。全豪オープンで8強入りした2005年は、ウィンブルドンと全米オープンでも4回戦に進み、全体的に好調なシーズンを送った。2006年全豪オープンにて2006年度の序盤戦ではつまずき、全豪オープンでは、初戦敗退に終わる。 2月のトーレッパンパシフィック、オープンテニストーナメント2回戦で、第3シードのドシーは当年度から、現役復帰したマルチナ・ヒンギスに6から4、5から7、2から6の逆転で敗れた。シングルスではしばらく不調が続いたが、全米オープンの女子ダブルスで、ドシーは、ベラ・ズボナレワとペアを組み、カタリナ・スレボトニクディナラ・サフィナ組を7から6、7から5で破って初優勝を決めた。 2007年の全仏オープン混合ダブルス部門で、ドシーは、アンディラムとペアを組んで優勝し、二つ目のグランドスラム、タイトルを獲得した。ドシーとラムは、決勝で前年度優勝ペアのネナドジモニッチカタリナスレボトニク組を7から5、6から3で破って初優勝を決めた。全米オープンの女子ダブルスでは、ドシーは、ディナラ・サフィナとパートナーを組んだ。ドシーとサフィナは、 決勝で台湾ペアの先英前消化用組を6から4、6から2で破り、ドシーは全米女子ダブルスに連覇を達成した。ドシーは四大,大大会のシングルスに1996年全仏オープンから最後の試合出場になる2009年ウィンブルドン選手権まで54大会連続で出場した。これは杉山愛の62大会連続。 フランチェスカ・スキア・ボーネの61大会連続に次ぎ、エレーナ・リホフツェワと並んで、史上3位である。2009年7月シーは妊娠と現役引退を発表。2010年1月長男を出産している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q。 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 2003年全米2回戦と2004年全米3回戦の不先輩は通算成績に含まない。ありがとうございます。